MTV をご覧の皆さん、こんにちは。世界の終わりとパワーのボイスです。今年の MTV VMAJ にて僕たちの楽曲ハビットが、ベストダンスビデオと、最優秀ビデオ賞となるビデオオブザイヤーをいただきました。ありがとうございます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 。いや、撮ってしまいましたねと言いますか、なんかこのハビットって曲作ってる時は本当こういう賞をいただける楽曲だとは思ってなかったの。はい、ぶっちゃけ売れないと思ってやってました。ぶっちゃけね、ぶっちゃけそれをね、このパワーパフボーイズのみんなとその力を借りてね、監督の大君とね、そうだね、大君、そのパワーを借りてこんなところまで飛躍できるとはね。ね、ちょっと売れない曲出すから次どうしようねって悩んでたもんね。ね、いや本当にそう。逆にハビットがこうなってしまうと次どういう楽曲を出していいかが分かんなくなっちゃいますよ、ね、ああもう。そう、期待値が薄かったからこそ、うん、あのできたみたいなところはね、こういうことが。そういう、そういうことがね。そうですね。好き放題やってますから ね、はい、パワーパフボーイズの皆さん どうですか。あ、いや本当にあの、ご光栄すぎて、僕たちまだ全然未熟なパワーパフボーイズっていうチームなんですけども、僕たちももう楽曲を聴いた瞬間からもう作る過程ももうどの瞬間も楽しんで作らせていただいたので、まあでもこんな大きなところまでね、この振りが届くとは思ってなかったので、すごく光栄なお気持ちです。ありがとうございました。大丈夫、はいはい、一緒にね練習もいっぱいしてね。いや、あの、なんか一番最初にあのじゃあメンバーも全員踊ろうって話になって、じゃああの深瀬くんだけさ最初ちょっと練習してたじゃない。政治家みたいな、ね、これでいこうかな。そう、最初深瀬くんパワーバランスだ、ね、私だけね。深瀬くんだけ一人であのダンスレッスンに行ってたじゃない、はいはい、パワーパフのみんなとね、はい、で監督と、はい、あのみんなでやってて、はい、で途中からこうメンバーも来た方がいいじゃないか、メンバーもやっぱ全員で最後踊るシーンがあった方がいいんじゃないかって言って、確かにあのパワーパフの皆さん我が家にねセカオワハウスに来てくれて、それでじゃあ顔合わせしようって言って夜ご飯食べて、 でもなんかちょっとお酒が入ったあたりでなんかちょっとなんかやってみたいみたいななって、あのみんなで酔っ払いながらさあの鏡じゃなくてあの窓ガラスに自分を映しながらさ、夜だったから、ね、そう夜やったよね一番最初ね。いや俺がトイレに行って戻ってきたらみんな踊ったそうなんだ今日そういう日って思ったよね。ここも一回教えてみたいなのやってたもんね。振り入れが、フリーデがね、家だったんだ、家のリビングで踊ったんですけど、あれがこんなことになるとは本当は思ってなかったんで感謝です。本当に嬉しく思います。以上、世界の終わりとパワーパフボーイズでした。